この試練内で定めた私だけのルール。一つ、主様の体内にある血液を絶対に悪用しない。どんな状況になっても信頼を壊すようなことだけはしてはならない。二つ、主様の薬味や敵意を絶対に向けない。試練とはいえど忠誠を見せる、故にタイムリミットを設けた。三つ目、主様の前ではみっともない姿を見せない。常に淑女のように、ですが大胆に、良き女性を崩さずに試練を終える。本当に追い込められた場合、私も英知の究極形のように潔く死を選ぶ方がまだ美しい。運命は死を与えるにしてもその過程が求められる。死亡理由が存在しない突然死、悪化脳、心臓麻痺でも、オーラ暴走でも、外的損傷でも死に至るまでのストーリー構成を作らなければならない。私が設けたストーリーは、主様のオーラ暴走が悪化し、60秒後に暴走し、死亡、操作ダメ、発動した瞬間その運命から抗うことは困難、不可能ではないけど、今の主様程度だと不可能。さあ、普段の最高点から数倍の力を堪能してください。そして力が暴走した時、感情のコントロールがつかない時の対処法を身をもって体感してくださいな。ああ、頭が、目が、体全体が沸騰しそうだ。これ、早くしないとやばいぞ。全然違いだったな。この至近距離なのにミス？バカか俺は、もっとしっかり狙え。なんなんだよ、なんでかすりもしない？相手はずっとその場で立っているはずだろうが。まさかこれが、運命、俺の攻撃が当たらない運命を作っている。だとしたらどうすればいいんだ、攻略法は？10秒経過。さあ、本能のままに。抵抗する時間はありませんよ。私に触れない限り。そう、すごく当てる。ただでさえ経験感で当てるのに、オーラだって消費がひどく当てる。こんな状況で頭がうまく働かねえよ。20秒経過。時間をどう使うのもあなたの自由です。ですが後悔しない選択を。そうだ、当てるからダメなんだ。混乱状態だから当たるものも当たらないんだ。最後の1秒でも残っていればいいんだ。冷静になれ。30秒経過。この至近距離でも動かないつもりか、何か当たらない種があったのか、触れてみるか、どう反応するか、引けるのか、それとも最小限でかわすのか。あら、そんな乱暴にしなくても私は逃げませんよ。普通に触れた、でもこれなら俺の攻撃が当たる。私をどうしたいですか、欲望のまま、お好きなように私をもてあそんでくださいませ。無理だ、こんなにも敵意がなくて、こんなにも一途な愛を向けられて、どうして一方的に殴れるって言うんだ。ダメだ、抱きしめたい、怖くないよと守ってあげたい、ここまで他人から殺意や悪意を向けられてもなお信じてくれるような眼差しに応えてあげたい。過去は夢の術中にハマっていた、夢が宣言した、夢に触れている間の120秒、それは夢に触れる時間、膨大な寝ようを過去に上げて続け、完全に落ちる時間。夢の特性、魅惑洗脳。夢の持つ運命支配、敵とでも干渉した相手に必中効果を持つ特性、相手の運命を掌握することに特化した究極系、夢の最も得意とする戦闘方法でもある。接触してから60秒、主様、このまま時間が経過することに私への思いが募っていきますよ。このまま私を離さないかも。もうダメだ、限界だ。やっと主様が私を求めてくれる。試練なんて関係ない。ここで私は添い遂げる。あ、そう、あなたは愛に慣れているのではなく、愛に臆病なんですね。自分で頭をオーラで破壊して、そこまで自信を追い込んで、そんな許容の低さでこの試練を乗り越えるつもりだった。ダメですよ。それじゃあ、残り二人は今までの身体的強さではなく、精神的強さを求められる戦い、私を含めてね。私なんてそのまま押し倒してもて遊んで、逆に私が主様に魅了され、死を選ぶ、私の想定を超える、私の支配を超えるほどの愛情を見せてくれれば肉体的にも精神的にも気持ちよく勝てた一番簡単な戦いだったのに。本当主様はダメダメ、でもだからこそ一筋縄ではいかないあなたをより一層欲しいと思いました。残り二人、主様にとって最も苦しい戦いになると思いますが、ぜひぜひ、勝利のために、あがいてくださいな。過去、12天海楼の試練。現在5勝5敗という結果で残り二人。理由と過去が原因で全てを失った幻想の究極系、死を。全ての悪意の究極系、炎王の究極系、L。ここからは身体的強さではなく、精神的強さ、ただ強ければよかった、考えればよかっただけの単純な戦いではなくなる。
勝てばクリア、負ければやり直し。だけど2周目に入る場合、メリア救出には参加するどころか、パトの成長を理解した女帝たちは1周目よりもはるかに強く、彼の前に立ちふさがる。一度負けた女帝は勝ちに貪欲になる。次も、二番も生まれない女帝を倒すのは1周目以上に至難の技になる。一度自害を選んだパト、それは彼の想像以上の精神的負担を抱えることとなった。誰かに負けた、ではなく、自ら死を選んだ。その結果は自分の死を認めた結果、つまり、生きることへの絶望を意味していた。やはりこうなったか。今まで主様が戦ってきたのは武力で結果を比較的掴みやすい相手、メリアフラみたいな例外はいたけど、まだ戦いやすい相手だった。ルナ、シオ、エル、ルナは強要、シオは恨み、エルは悪意、本当、主様にとってとてもきつい3人を最後に残したものだ。もし私が主様と同じ立場でも心を病んでしまいそうだ。それに私は知っている。それだけじゃない。主様にはもっと過酷なことが待っている。心身ともに強さを身につけなければここからは限界ですよ。あとはここから12時間ほどの休憩に入る。残り2人の戦いを最後にするための戦いを、最終決戦にするための最終決戦をするために。ここまで長い話が続いてきました。全ては繋がっています。まず始まりはセッカちゃんが情報を得るために独断で動いたことによるお話。ここでセッカちゃんたちは世界の真実に近づくことができた。そして続く未来に希望の光を当てるための働きをしてくれました。この功績は何よりも大きなことです。そして次はソフィアとコトカちゃんは過去の真実を知るお話。ここで二人の過去に決着をつけ、前に進む力を得ました。この二人の結果がきっとパトの力になってくれる。二人の成長は今後、パトを支える上で欠かせないものとなるでしょう。カナとハクもすでに各自成長を遂げた。三人よりも先に二人は今から向かう舞台への準備ができていたため、今回は触れられなかった。だけど二人は十分に成長した。二人の得た経験もきっとパトを支えるでしょう。そして帝国で起きたお話、ここではアリシア、ソルテ、ラル、3人も多くの困難や悩みを乗り越え、パトと共に歩むことを決めた。パトを中心に困難を乗り越えた3人なら今後の困難もきっと乗り越える。そしてパトの支えになってくれる。私はそう思います。残り2人、まだ次の舞台に足を踏み入れることができない人がいる。メリアと月下、この二人が成長しなければ今迎える困難を乗り越えるのは不可能。まだ揃っていない二つのピース。そしてこれが最後のお話になる。最後の専属神、最後の空席、その席を決めるための最後の決闘。そしてここまで明かされたメリアという人物、過去から今、どう考え、どう乗り越え、そしてどう成長し、パトを支える柱になるのか、それが試される。ここからはメリア視点に変わる。気まずい。よく考えたら私とメリア様が二人っきりって場面、なかった気がする。ラル、なんか気まずいですね。お互いずっと一緒にいると言っても接点とかありませんでしたからね。そうですね。他の人と一緒にというのはあったけど、二人となるとね。私、自分の上司と二人で話すの本当苦手なのよ。早く終わってほしい。それか助っ人で誰か呼んでほしい。もっとラルとの交流を深めないとですね。次回からは私視点ですけど、ぜひ楽しんでくださいね。